訓練に向かうマリオン軍保安官事務所のスワット隊員 M4 カービンと盾を携行し陸軍の施設を使って捜索訓練を行う FBI のスワット隊員。スワットチームはアメリカ合衆国の警察、法執行機関、軍等に設置されている特殊部隊及び同種の部隊。スワットはスペシャルウェポンズタクティクスの略称である。イギリスによる アメリカ大陸の植民地化の過程で多くの制度がイギリス本国から北アメリカに持ち込まれており警察制度も同様であった。イギリスでは地域の秩序、平和を維持する責任は地域住民各々が負うべきであるという自治の意識が強く家族や地域住民によるンポ性の時代が長かった。この理念を導入したアメリカ合衆国においてもンポ性や その延長線上として、それぞれの地域の住民が選んだ、公安職が主となり、過度の組織化を嫌う風土が強かった。しかし、第二次世界大戦後、アメリカ経済は、飛躍的に発展した一方、その裏で貧富の差の拡大や、宗教的権威、社会道徳秩序の崩壊などが進んだ結果、1950年代末頃より、社会秩序の混乱が、顕在化した。 これに伴い、1960年頃までは、日本と大差ない程度で安定していた、犯罪発生率も、この頃から急激に上昇し始めた。またこの時期には、ワッツ暴動やデトロイト暴動といった、集団暴力事犯、テキサスタワー乱射事件やクレンビル乱射事件といった、大量殺人事犯、ケネディ大統領暗殺事件やキング、牧師暗殺事件といった、 幼人暗殺などの凶悪犯罪が相次ぎ警備警察の重要問題となった。この状況に対して1967年ロサンゼルス市警察はダリル・ゲイツ警視の指揮下にスワット部隊を編成した。この部隊は軍務経験者によって構成されており通常の警察官では対応困難な重大犯罪への対処を任務としていた。当初の名称は スペシャルウェポンズ、アタックチームであったが、その後でより穏便な現名称に改められた。スワットの導入作は、成功を収めたことから、全米の警察組織で同種部隊の創設が相次ぎ、1960年代のうちに1 4体、1970年代には121体、1980年代にも120体、そして1990年代にも85体が、 設置された。2008年の時点で全米に少なくとも1183体が設置されており、野犬捕獲局より規模の大きい方執行機関はどこもスワットに類する部隊を用していると揶揄されている。H&KHK416 を射撃する LAPD のスワット隊員、スワット部隊の狙撃手ナッシュビル市警察の ベアキャット装甲車アメリカ合衆国の警察は地域の公安職を基本とすることもあり、軍保安官や自治体警察、州警察、さらに連邦政府の法執行機関など多彩な組織がそれぞれの所掌事項をもって独立して活動している。そして、これらの警察組織がそれぞれにスワットなどの部隊を設置しているため、その編成も定見がないのが現状である。 部隊名にしても、先駆者である LAPD に習って SWAT と称することが多いが、例えばニューヨーク市警察などニューヨーク州の自治体警察の多くでは、1930年代より人命救助や凶悪犯対象を主眼とした緊急出動部隊が編成されており、この部隊に SWAT としての任務を付与することで対応している。また連邦捜査局では、 各地方局それぞれにスワットチームを編成するとともに、通常の警察のスワットや FBI スワットでは対応困難な重大事件に対処する特殊部隊として本部直轄の人質救出チームを設置している。小規模な警察組織が多いこともあって、先住要員による部隊は7%に過ぎず、大部分の部隊が必要時のみ招集される、県務要員による修正部隊か、 少なくとも、兼務要員を含む混成部隊となっている。また、部隊規模自体も、比較的小規模で、20名以下の部隊が8割を占め、51名以上の要員を要する部隊は2%に過ぎなかった。一般的には、直接の犯人逮捕、制圧を担当する突入犯と、その援護及び状況監視を担当する、狙撃、監視犯によって構成されており、 またほとんどの場合は交渉人、場合によっては救急隊員も編成内に含まれている。なお、重火器以外の個人装具に関しては、LAPD のような大規模機関でも大部分を自弁に頼っている。また、LAPD のスワット部隊は修正部隊であるため、各隊員には専用の覆面パトカーが与えられ、トランクにスワット隊員としての装備を収容して、 通常勤務にあたることで、不意の召集にも即応できるよう配慮されている。LAPD などの大規模機関では独自の訓練施設を保有することもあるが、小規模機関では通常の警官と共用の射撃訓練場程度しかないことも多く、十分な訓練を確保することが課題の一つである。 相互検算を図る観点から連邦戦術要員協会が設置されており、また多くの場合は州レベルでの同様の組織があるため、これらを通じた訓練が一般的である。また連邦捜査局などの連邦機関や軍によって訓練の機会が提供されることもあるほか、民間企業の委託教育を利用する機関もある。外国の軍隊との共同訓練まで行う組織は稀であるが、 例えば、LAPD のスワットでは、創設時に、イギリス陸軍特殊空挺部隊や、フランス国家憲兵隊治安介入部隊、西ドイツ連邦国境警備隊 GESG-9 などに視察団を送り、ノウハウを習得している。なお、アメリカでは、スワットチームの能力を競う、世界大会が開かれており、2006年は、アーカンソー州リトルロックで3月に開催された。 2006年の大会では、ドイツ GSG-9 が優勝したが、上位20チームのうち、準優勝のサンアントニオ市警察スワットチームを、筆頭にテキサス州のチームが6つ入っている。一般的なイメージと異なり、スワットによる殺傷力の行使は、比較的稀で、年平均3000回以上の出動のうち、実際に発砲がなされたのは、 全米でも36回程度であるの略だと自重する。1986年から1998年までの間に上記の1183体のスワット部隊で15名の法執交換が負傷、2名が殉職した。スワットは突発事案の対処能力の高さから創設時に主眼とされていた大量殺人などの警備警察的な事案にとどまらず、麻薬取引や 組織犯罪などとの関連が疑われる家宅捜索など通常の捜査活動にも投入されるようになり出動頻度は増加し続けている。これらの出動の中には本来スワットを投入すべきでない通常の警察活動が多く含まれていたとの指摘もあり軍隊に類似した過度の攻撃性の発揮として批判されることもある。ありがとうございます。